はい、皆さんこんにちは。はい、こんにちは。はい、ということでですね、はい、ありがとうございます。今回はですね、なんとうちのアカデミーの生産で、米田さんとですね、一緒に、その、実績者を超えということで、入塾開校1ヶ月目で自宅にいながらオンラインのみで、月45万円以上の売り上げというのを達成した方法についていろいろですね、ヒアリングをさせていただきたいなと思うんですが、米田さん本日はよろしくお願いいたします。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ということで、まずなんですけども、まず、お名前フルネームで教えていただいてもよろしいでしょうか。はい。米田よし子です。米田よし子さんですね。はい。はい、ありがとうございます。お住まいの地域はどちらでしょうか。はい。島根ですね。出雲大社のお膝元。出雲大社のお膝元の島根県ですね。はい。結構でも島根県有名ですよね。はい、そうですね、本当に、出雲大社のもう門の目の前に、はい、います。もう誰もが一度はね、雑誌とかテレビでは見えにしたことがあるという、実際行かれた方もね、何人か多いという方もいらっしゃると思うんですけども、そんな米田さんですね、現在どういったご活動を今されていらっしゃいますでしょうか。はい、そうですね、一応ですね、その出雲大社の御苑横丁内に月と太陽というお店を構えてますので、はい、うんうん、そこで現役で占いもしながらですね、ネットでは、出雲の母を検索してもらうと出てきます。 LINE、うんうん、占いではね、公安の、現地名が公安なので公安で、登場しています。そして今一番力を入れているのが、一般社団法人出雲公会占い養成協会をね、うんうん、立ち上げましたので理事長として、そして出雲の、出雲占い教室をね、開催中ということで、これを、はい、メインに今頑張ってます。なるほどですね。かしこまりました。じゃあその占いとかも実際に指導されていらっしゃったりもしているっていう、ね。はい、そうですね。はい。はい、なるほどですね。実際に、うちの、まずアカデミーに入学された、まずちょっときっかけってところをお伺いしていきたいなと思うんですけども、なんかね、実際こう集客系のスクールとかって別にうち以外にもある中で、なぜうちを選んでいただきたのかだったりとか、そもそもうちのことを知ったきっかけとかですね、あれば教えていただきたいなというふうに思います。そうですね。その、社団法人も立ち上げて、いろいろこう、生徒さんをね、こう、育ててきて、こう、プラスになればと思ってですね、したんですけれども、メルマガを書いたりですね、いろいろこう、他の方にご指導いただいたりとかしてたんですけれども、なかなかちょっと結果が出なくてですね。あ、でもして、じゃあ、すでにコンサルとか、そういったものも受けられたりもしていたて。そうですね。はい。そうなんですね。でもなかなか、収入っていう面ではね、なかなかそっちの方がこう伸びなくて、このままじゃいけないなっていうところで、これからはでもインスタだからインスタをちょっと力を入れていきたいなと思って、で、YouTube でこう、インスタをする人みたいな感じで探していったんですね。修二さんが出てきまして。YouTube で、知ってくださったんですね。なるほどですね。はい。うんうん、でそれをいろいろいっぱいこう見ていた中で、すごくいっぱい教えてくださってたので、こんなことまで、教えてくれるんだっていう感じでですね、どうっていう感じに見えました、はい。そうだったんですね。ありがとうございます。ちなみになんですけども、うちのアカデミーに入っていただいてから、どれぐらいの期間でどういう結果が出たのかとこもちょっとですね、お伺いをしていきたいなと思うんですけども、はい、そうです。まずですね、最初に、売上面もそうですし、あとインスタとか、あと LINE アットのお友達するとか、そういうところも簡単に教えていただけたらすごい嬉しいなと思いますね。そうですね。はい、ですので、まずインスタで人をね、こう、入れていかない、入れっていうか、フォロワーとか、フォローとかそういう意味もわかんなかったんですけれども、それをなんか、その修二さんの、こう、入る前からちょっとこう YouTube を見て、これはこう人を入れていかなくちゃいけないなっていうところを見てですね、まずは人をこう教えてもらうまでに、まず人を増やそうと思いながら、フォローしていったりですね、してたんですけれども、ちゃんとこう入塾したので、そうするとまた最初はね、人を増やさないとなんかあんまり人数が少ないと格好悪いなと思って、何ですか、人を増やすツールありますよね。はい、ツールっていうか、フォロワーをちょっと多く最初していくっていう感じですよね。そんな感じしてたんですけど、それじゃいけないなと思って、やっぱりこう、入っていくと外人さんもたくさん、外人さんがいっぱい入って。そうなんですよね。そこが巷の結構ツールとかのデメリットだったりっていうのはありますよね。そうですね。なので、これじゃいけないなと思って、ちゃんとこう、
校入ろうと思って、うん、そして申し込んで、そして教えていただいたら、まあ本当にこう、今ですと、女性の方が、6割、男性が4割っていう感じで。なるほどですね。はい、今フォロワー数で言うと何人ぐらいっていう感じですか？今ですね、はい、4200弱ですね。素晴らしい。4200フォロワーと。はい、うん、ちょっと開、うちのアカデミーですね、今開校が3月なので、まあ、2ヶ月目っていう感じで今4200フォロワーと、そうですね、いらっしゃるって感じですかね。はい、はい、ちなみに LINE アットのお友達数ってのは今どういった感じでしょうか？ LINE アットはですね、もう100、登録者数は100ぐらいなんですけど、はいはいはい、今あのちゃんと動いてる感じが82です、うん、あ、なるほど。じゃあ18人はちょっとブロックされてるけども、ブロック除いても有効なお友達は80人以上はいると、うん、あ、すごいですね。まあ、ブロック率ってね、これ結構あのブロック率気にされる方多いんですけど、まあ 30% 超えなかったらまあ OK ですね、基準値として。はい、まあ、そうですね。なので、まあ、動画ね、見てくださって皆さんもね、あ、ブロック率全然 20% だったら全然平気だよっていうのはね、基準としてしといてほしいなと思うんですけど、全然、ブロック率も 20% 以下で抑えられていると。うん。はい。いうことですね。はい。100人くらい。実際に上がった売り上げっていうのはどういう感じでしょうか？そうですね。ですので、やっぱりインスタから見てですね、LINE アットに入ってきてくださって、はい、そしてこう、私の講座を受けてみたいっていう方もね、うん、いらっしゃって、今45万ですかね。から45万の売り上げと。はい。すごいですね。あ、もうアカデミー始まってからもう3月なんで、1ヶ月目で、入学1ヶ月目で45万の売り上げということなんですが、実際今売られている商品の単価ですね、はい、ヨンヤさん自身の商品の、単価というのはおいくらぐらいでしょうか？そうですね、うん、なので、まあ、何パターンかあるんですけれども、はい、まあ、一番スピードで、まず早くこう収入も得てほしいっていうところではですね、タロットが一番こう収入に早くなりやすいですし、時間も、6時間で本になる、もうその技術っていうのは学べますので、2時間かける3回のですね、はいはい、そのメニューが12万。うん、おお、なるほどですね、うん。まあ、めちゃくちゃ安いかなと思うんですけど。安いですよね。なんか10万だったら 手届きそうかなっていう方結構いろいろ多いんじゃないかなと思うんですけど。一応私のタロット教材っていうか、うん、私が今までやって、まあ20年やってきたんですけど、うん、その中で、まあ、タロットがですね、一番お客様にも喜んでいただけて、うん、そして当たる確率も 90% とか言われてるので、すごい。これは誰がお勉強してもできるんですけど、うん、まあ私もそのやってきた中で、これが一番覚えやすくて分かりやすいっていうことで、うん、あ、ごめんなさい。大丈夫です。あ、ごめんなさい。すみません。で、その分かりやすいっていうことで、はいはい、で、そちらをこうですね、私の教材として作って、うん、で、ここで、講座をね、こうする、うん、そのプラス、うん、授業料みたいな感じで12万と考えて、ね、教材だけでも5万円で売ってるんです。販売はしてるんですけれども。じゃあ、アドバイスも受けられて、それでも12万っていう。そうですね。それを込みで、私の教材を買ってもらって、うん、で、講座が、6万ちょっとですかね。消費税込みで、だから12万って感じですかね。なるほど、なるほど。じゃあ、教材コースの商品と、あと、まあ、アドバイスと授業も込み込みの12万円のパッケージの商品があってっていう感じです。そうですね。はい、じゃあ、制約数で言うと、大体、まあ、4名とか5名さ、まあ、ぐらいっていう感じですね。はい。はあ、なるほどですね。すごいですね。実際に、それだけ短期間で見込みのお客様を集客して、そして、自分の商品に興味があるお客様に、まあ、感謝されながら、ご契約をいただけた、その秘訣であったりとか、まあ、ヨンヤさんが集客するときとかに、まあ、気をつけられたポイントとかがもしあればですね、その成功の秘訣をお伺いしていきたいなと思うんですが。うん、そうですね。うん、今までは本当に、ただこう、その商品を、こんなのがあるよ、みたいな。はいはいはい、やっぱりこう、自分を知ってもらっとかないと、うん、本当に周りの人はこう信用しないっていうか。いや、そうですね。まずは認知っていうことですね。そうですね。米田さんのことを知ってる人が5人いるのと1万人いるんじゃ全然変わってくるよっていう。そうですね。そこが自分でも分かってなかったので、うんうん、まずちょっとその今回この LINE アットからでも私をちゃんと入ってくれて商品見てみたいなっていう方にはですね、
まず私をちょっと知ってもらおうっていうことで、こんなことしてますよとか、そういうことをまあお伝えしてから、それからちょっとお話を、私とお話をしてもらってですね、そして私っていうものを分かってもらって、そしてなので、一回契約していただいた方は、あ、こんな人だったのって言ってくださった方もいらっしゃって、え、なこるんなすごいほど。人だったの？みたいな、そんなふうにも言っていただいて。じゃあ、ラでインも、アップの配信でもう自己開示をどんどんしていったことによって、必然的にヨネさんはそのお客さんと、ね、別に、しかもあれですよね、営業リアルだったりとか対面なしで、完全にこれオンラインで信頼関係を構築できてるっていうそうでこすとですね、ね。自宅にいながら。なので、本当にLINE アットで、まずこう自分を知ってもらったり、こう教育じゃないけれども、本当に自分はこんなことをしてるみたいな、まだそこまで発信いっぱいしてないので、まだまだこれからしていかないといけないと思ってるんですけど、まあ、個別でこう、なんか起業してみたいとか、占いやってみたいっていう、こうコメントくださいねって発信したんですよね。そうすると、してみたいってこう返信があって、ないんですっていう方が、そして占い師やってみたいっていう人がいらっしゃって、それに応えて、じゃあその前にちょっと私を知ってもらおうと思って、その個人的にこんなことをやってますっていうことを言ってから、で、電話とかでですね、お話ししたり、ズームでちょっとお話ししてみて、そしたら、本当はこう、ご主人が反対してるっていう方がいらっしいゃったんやー、です多いけでど、すよね。本当はご主人が反対されてて、自分はやりたいけど、まだちょっと前、一応今日は対面でお話だけしますって言ってたら、陰でご主人が聞いてらっしゃって、ああ、そうなんですね。で、後で、あ、これだったらやっていいよっていう、そういう賛成の声が、奥様に届いて、そしてこうちゃんと入塾しますって言ってされました。だからもう本当にやっぱり今聞いて思うのが、そのね、いわゆるなんか例えば一股のね、一部の方々って、例えば営業はなんかね、推しが大事とか推し売りとかってやってる人がいまだにいたりしますけど、うちのアカデミーの生産とかにヨネさんもそうだと思うんですけど、お客さんが納得していただいて、でお客さんの方から一歩踏み出していただけるからこそ、まあ、お互い信頼関係をね、ある上でのセールスっていうのが成り立っているし、お客さんからむしろ感謝をされて、納得していただけた上でね、まあ、それは当然、ヨネダさん自身のね、もう僕も今話してすごい伝わるんですけど、もう人柄っていうのもすごい大きいなとも思うんですけど、いやー、さすがです。どんな素晴らとしい。ころが占いでプラスになるかとか、それとか、お金のね、考え方みたいなことも、その時もちょっとお話ししたんですけなるほどど、ね、お金の考え方。なので、こう、パートでの労働時間、こうね、3時間で800円の単価だったら2400円とかね、ありますけど、まあ、占いをお勉強して、まあ、一人鑑定しても3000円ぐらいとかね、まあ、2000、3000円になるので、その3時間のパートの時間がね、こう20分ぐらいでこう稼げるっていうか、終わるわけじゃないですか。そうすると、また時間、空いた時間で自分のしたいこともできますよね。だから、そういうお話とかもしたりとかですね。しました。なるほどですね。まあ、費用対効果っていうところですよね。そうですね。素晴らしいですね。結構今、ノウハウ結構ポロポロポロ出していただいたんですけど、この動画ここまで見てくださった方、めちゃめちゃラッキーですね。ヨネさんもりすがごいとですね、うございます。サービス精神旺盛でここまで話してくださったんですけども。最後にですね、ちょっとお伺いしたいのが、まあ、うちのアカデミー入る前と後での、まあ、当然その集客の状況ですね。うちの入る前は集客の状況はどうだったのかとか、売上の安定度合いとか、まあ、あとは心理面的な変化、それを各々ですね、ちょっと聞いていきたいなと思うんですが、うちのアカデミー入る前って集客面とか売上で言うとどういう感じだったんでしょうか？なので、集客は本当にゼロでした。本当に全く、ゼロっていう感じだっもうたんでメすルね。マガを書いてたらいいかなみたいな。で、当時はもうメルマガをされていらっしゃっメルたけどマガは、も。まあ、今もやってますけど、メルマガを書いて、まあ、情報発信だけをしてたんですよね。こう、なんか情報提供っていうか、これをすると、多分この方は喜んでいただけるかなっていう、そういうことを結構書いてたんですけれども、まあ、それだけじゃダメだっていうことが 分かってきました。ただ情報をギブするだけではなかなか制約につながらないっていうそうですね。があったっていうところですかね。それはうちのアカデミー入ってからどういうふうに解消されましたかね。それはもう本当に流れがあるんだっていう、この動線っていうかですね、
はい。売れるまだでから、のどうする。集客はインスタで見ながら、そして、LINE アップでね、この自分のやってることを分かってもらったり、自分を知ってもらったり、そしてこんなところがこのね、お仕事をするとプラスになるとか、そういうことも分かってもらった上で、やりたい人がいれば来てくださいねっていう、そんなスタンスです。無理にね、本当に、知ったところで、やっぱりやる気のある人じゃないと、ね、お仕事になりますので、これやってみたいなと思う人だったら誰でも、占いもできますし、はなるほどですね。ありがとうございます。では、うちのアカデミー入る前の時っていうのは、ビジネスをしている時、ヨネさんってどういう心理状況でビジネスをしていましたか？なんか焦りを感じたことがあったりとか。それはないんですよね。私自身の占いはすごく安定してて、毎回収入上がっていってたので、なるほど。そうですね。だから本当に、自分のが占いをやってきて、すごくこの仕事はすごく本当にいいなと思ってるんですよ。自ああ、分じ自ゃあ、身楽やしりがくいを感じられる仕事はできてると。ああ、なるほどね。なので、これをお伝えすることで、昔は過去の私はすごい苦労しました。経済でもね、それ、どすういごい借金う中で時期があったんですかしまね。したけども、自分一人になって占いでやっていこうってやりだしてからはすごくもう順調で、でもそれはね、ゼロからです。本当にもう25万だけ持って、占いも起業してお店持った時もお金はゼロだったんですよね。ああ、なるほどですね。でもこのオープンして、この一月でもうこのお店を構えてお金も返済できて、やってきて、そして収入も上がってきて、下がることないんですよ。上がってくるばっかりで。ああ、すごいですね。そんな、それもヨンダさん実力のうちだと思いますけども。なるほどですなのね。で、本当にこれをやったらいいなと思って、じゃあこれからは本当にもう私も、年齢も年齢なので、皆さんに喜んでいただけたら、それが嬉しいなと思って、何かできることっていうことで、この自分のノウハウをね、お伝えできたらと思って起業しました。一般社団法人をね、立ち上げました。素晴らしいですね。じゃあ実際にもう今アカデミー入られて、集客であったりとか売り上げっていうところが、さらにですね、今までよりも加速していってる今っていうのは、ヨネさんはどういう気持ちですか、今の状況。結構ね、本当に楽しく、イン楽スタしい。も投稿を上げてるんですけども、毎日何あげようかなと思いながらも、結構私も絵を描いたりとか、何かポスターとかですね、結構昔もポスターっていうか、そういうことも結構好きだったので、そ結う構なんでそすれね。に似てるなっていう感じで楽しみながらしてるんですね。で、それをしながらお客様が入ってきてくれて、これがどんどん伸びていったら、それが楽しいなと思って、今からがすごく楽しめるそうだなと思ってるところです。これからも楽しみであると。ありがとうございます。なるほどですね。最後にちょっと2点ほどですね、お伺いしていきたいのが、私、来たのですね、を一番最初に米田さんが、見た時の、これ、打ち合わせとかこれ、ね、これ一切してないんで、ぶっつけ本番なんですけど、ぶっちゃけの印象です。これね、本当にこれね、毎回聞くんですけど、結構いろんな答え返ってくるんですよね。で、ぶっちゃけの印象で本当に OK なんで、教えていただけたらすごい嬉しいなと思うんですけど。本当に動画を見て探して、出会った時には、すごくいい人だなっていう感じで、こんなにたくさん教えてくれる人がいるんだっていう感じでしたね。そして斎藤工さんに似てるなと思っいいて、ほん で、ねえ、思ったことないですけど、本当ですか？ありがとうございます。なんか、褒めていただいて、むしろなんか申し訳ないです。そして、動画を見てたら、いくつか見てたら、ね、芸能人も目指したことがあるような。ああ、ありますね。なんか似てると思いまそす。うね、舞台俳優にずっとなりたいなと思った時期が10代の時、終わりぐらいからずっとあってっていうのは、そうなんですよね。っていう僕の過去がちょっと 暴露されてしまったってね。なるほどですね。じゃあ、本当に YouTube とかそういう動画で結構、米田さんがやっぱり求めた情報っていうのは、結構いろいろ提供できてたっていうそうでのすね、はあっそたれんでだすけかです。ね。他は持ってないですね。なるほどですね。ありがとうございます。じゃあ最後にですね、これは本当に最後の質問になるんですが、当時のですね、
うちのアカデミーに入る前に、まあ、ちょっと集客とかで、まあ、困っていた時の、当時の自分にもし一つ今の自分から声を投げかけてあげるとしたら、こういう言葉を自分だったら当時の昔の自分に投げかけてあげたいな、そういうセリフがもしあればですね、あのそういった言葉、どういったセリフを投げかけていきたいと思いますか？そうですね、このご縁を大切にしたいっていう感じです、うんうん、このご縁を大切、うんうん、ということですね。かしこまりました、ありがとうございます。はい、で今回ですね、まあ、いろいろ、ヨネダさんと一緒にですね、こちらの動画、撮らせていただいたわけなんですけど、今回、ヨネダさんのですね、あの、LINE アット、ぜひですね、まあ、皆さんも LINE アットね、ヨネダさん LINE アットすごい上手なので、まあ、ぜひね、登録してチェックしていただきたいなと思いますし、またリンクまで概要欄の方にも貼っておくんですけども、今、あの、ヨネダさんの LINE アット登録 した皆さんはですね、どういった、なんかプレゼントとか、今もらえたりしますか？そうですね、今、星座でね、相性占いを、提供しています。はい、相性占いのプレゼントっていうのがまあもらえる。そうですね、はい、その奥にはね、あの私電子書籍2冊出してるんですけど、素晴らしい、この無料で提供したいんですけど、その方法がちょっと今わからない。あ、なるほど、なるほど。分からない。それ提供したいなと思うんですけど、ほうほうほう、そのは占いに関する電子書籍っていう感じですかね。それで、あの、占いではないですけど、ね、私の旅行記、旅行、海外旅行記の、うん、本ですけど、その中に、あの、自分の、あの、プレゼントが、プレゼント付きなんですね、その電子書籍の。はいはいはい、で自分の心の癒しとか、自分のマインドとかですね、それが、こう、お伝えしますよっていう、うん、教えますっていうことになってるんです。その本を、読んでもらった中で、URL が貼ってあるので、そこを押して自分の生年月日を送ってもらうと、うんうん、あ、自分の心の癒しはこんなところだとかですね、うんうん、はい、今はどんなことだとかですね、そういうことをお伝えする、そんなプレゼントをつけてます。あ、なるほどですね、かしこまりました。これでもとりあえず皆さんもヨネダさんのラインアットに登録すれば OK という感じですね。はい、はい、でも概要欄にね、こちらの LINE アットリンクも貼っておきますので、ぜひね、皆さんチェックしていただけたらなというふうに、思います。はい、ということで、ヨネダさん、本日はね、お時間いただき本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。